アルバムは全部言える。ほら、なんていうの、芸能人も。なあ。もう一度。20年も行ってへんの、うん、あの、あれやんか、東京に住んでる時にお盆に帰った時に、あの、西崎さんとおたんや。東京に行った時あったんだよ。え、東京に住んでたって9ヶ月しかいなかった時やろ。9ヶ月しかいないのにお盆に、お盆に帰ったん。お盆に帰ったよ。9ヶ月か、そんなんやったのに。お盆に帰った。水崎さんはもう会ってへんの、うん、なんで連絡先がわからないし。あー、そうか。みんな名刺やがな、うん、俺の携帯、俺が入院してる時に、うん、携帯水の中落とさはって、うんうん、赤いようになって返さはって、うん、昔のガラケーの携帯が連絡先分かれへん、それっきりや。にぎわいがないか。
高気圧だよ。そんな見てたんや。決勝で3人の中で何人か思ってたよね。なんか見たことある人やな。詳しいな、ってそんな。AKB のことまで、AKB っていうのわかんない、MKB 全然知らんな。HKT とかな、詳しいなって。評論家や。名古屋版とか。評論家や。それぞれ地域によって、あの AKB の支社があんのやな。支社というか、まあそれぞれ独立してんだけどね。詳しいな。語らせたら全部、はい、関東の番組にも飛ぶ上も卒業したい。あ、そうなんだ、楽しそう。こんな感じやな。そうかな。前の朝の部終わったんだけど、もし入りたいとこがあれば。何もか。あそびくらい。でも一生に一回ぐらいと食べてみちゃうか。お金が1枚しかあらへん。1枚しか。だってカードも持ってるし、別にいくらでも何度でもだね。もうちょっと違うとこ行こう。うん、そうか。横綱、串カツの横綱とかあるんで。どこにある？うん、ここに。串カツの横綱。うん、いいな、ほんまに。
食べただけおかしいな。嬉しいね。川端出た。自分が言ったら川端のファンだ。川端。それから奥上。奥上。いいよ、違うの。違うの。どうすんの？ああ、そこにつけんのか。そこかな。ぬど漬け。どう？赤身。なんか一つもらうわ。やっぱいるんかい。あんま食わへんような素振りやったから。だからこうしよう。そこに。浅草、法善寺浅草と。うん、ほんとやな。久しぶりに道頓堀来ました。すごい試合な。做这种事情。
青色と連結しているところが、シーンはマンション管理の紐付け、この中赤字を事業推進の黒字で確認して、この数字としては、まあ、やばい、ちょっとやばいに入られましたね。